エマ殿、あれは一体何なのです？落ち水、そう呼ばれています。あれがアシナの秘策だというのですか？はい、飲んだ者は生中には死なぬ、いえ、死ねぬようになります。そして落ち水もまた。その源は流飲にあるというのだな。エマ殿、私には流飲が尊いものだととても思えぬ。